はい、まあ、本日ね、昨日のね、続きというか、先生がなんかおっしゃってたのが、そのね、まだちょっと言いたいことがあるみたいなことで、ね、番組後半言ってましたけれども、そうですね。それをちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、例のそのカヌー選手落とし入れ事件なんですが、はい、まあ、昨日ね、その占って、なぜそういうことをしてしまったんだろうかっていうのをですね、まあ、タイミングとか運気の問題からちょっと解明してみたわけなんですけれども、はい、まあ、このほら、我々社会正義の番組としてはですね、はい、社会正義、ただ単にこうほじくって面白がるんではなくて、はい、これを糧としてですね、うん、人間ですね、まあ、鈴木選手がこうやって道を誤ってしまったぞということに対して、はい、どうしたらよかったんだと、うん、誰でもやっぱりこういうことってあると思いますので、うんうんうん、どうやったらそれを避けるというかですね、誤った道を選ばないかということを、考える方が社会派健全番組としてはですねいいんじゃないかと。そうですね、未来に向けていいですよね。だから自分本人もそうだし、自分の子供たちだとか、そうですね、そういう道に行かないように、ああこれは聞きたいですね、まあ、考えましてですね、まあ、でもね、これ今日だから2日目のところで喋ろうと思っていたんですが、はい、長谷川さんが昨日余計なこと言いやがってですね、はい、ほぼ言われてしまっておりましてですね、僕なんか言ってましたっけ。そうなんです、要はその比較の問題だよってところに全ての原因があるわけなんですよ。でね、やっぱりその他者評価、他から評価されるということに慣れてきてる人間は、うん、自分で自分を評価するっていうのが苦手になっちゃうんですよ。俺はこんなに頑張ってるのにっていうのは、はいはい、普通は結果出さないと言い訳って言われるじゃないですか、うん、でも内面の動機としては絶対必要なんですよね。ピンとこない？ちょっと難しくて、ごめんね。周りからの評価と自己評価、うんうんうん、そう、2つ別々なわけですよ。はいはいはい。例えばすごい話を単純化していくと、今学校の小学校とか中学校の成績評価って、絶対評価と相対評価ってあるんですよ、うん、で絶対評価ってその外からの評価みたいなもので、うん、例えばそのクラスのメンバーで、うん、5段階の5を上げられるのは何人ってもう枠が決まってるんですよ。あ、はいはい、4が何人、はい、3が何人みたいにして数字が決まってるわけ、うん、で上からこういうふうに例えばその、ね、7人なら7人5って決まるじゃないですか、うん、そうするとね、7番目と8番目がほとんど差がなくても、うん、やっぱり8番目のやつに5をやれないんですよ、うん、もう5を上げるの何人までっていう評価で、うん、外の評価なんです、うん、だから例えばなんかコンテスト出て通るとか通らないとかっていうのも、はい、人数とか枠が決まってるものって外評価なわけなんですよ。外評価、うん、まあ、それを、まあ、絶対的な評価というふうに言うわけですよ ね、 ねでそれに対して相対評価っていうのは、うん、ちょっと難しいんですけどもね、その人がこういう能力とか現状こんなこのぐらいだよなっていうのを把握した上で、うん、去年に比べたら今年お前は成長したよなっていうことで点もらえるっていう評価があるわけですよ。あ、なるほどね。 それがもしかしたらまだクラスの平均より下なのかもしれないんだけれども、うん、でもお前は伸びたぞっていうことで伸びたから4やろうな5やろうなみたいなのっていうのもあるわけなんです。この人にとってはもうでかいことですもんね。そうなんです。それをでもね、それでもまだ平均届いてないからダメでしょっていうのと、うん、そういうその外枠の方の評価とその人の伸び率を読む評価というのと2種類の評価ってあるんですよ。なるほど。で学校成績ももちろんそうだし、あと社会に出てからも、うん、その企業の人事評価みたいなものもそういう評価方法ってあるわけなんですね、うん、はあ。でどちらももちろん一長一短なんですよ、うんうんうん。で特にまあスポーツ選手みたいな場合だと、うん、まあ、大会とか記録とかね、客観的な外の基準がありますから、やっぱりそこ取らないと何も言えない世界なわけですよ。そうですね、数字とかね。そうなんですよ。それある意味でも長谷川さんというか芸人さんの世界もそうでしょう。いや確かにそうです。結果は出さなきゃっていう話になるじゃないですか、はい。去年よりちょっと面白くなったから評価するってあんまりないじゃないですか、うん、もう総合のねそうなんですよ、どうしたって、うん、だから相対評価の場合っていうのは、うん、その人の伸び率さえ見てればいいから他と比較する必要はないんですよ。うん、だけど普通は全体の中でどうだっていうね、うん、それになるじゃないですか。で問題はそこで、だからこの人やっぱりその自分に対する相対評価がねできなかったことで、うん、で絶対評価のまずいところはそういうふうにですね、自分が上がれないぞ、これは確実に俺より上手いやつ強いやつがいるぞって分かった時にそれでも外の評価にこだわり続けると自分を上げるんじゃなくて周りを落とすことで自分が相対的に上がろうとするわけですよ。だからね、これ
多分世の中いろんなところでつきまとう話なんですけども、いや確かに、うん、だからあいつと俺を比べてあいつよりも上に上がりたいっていうのは、うん、これは健全な欲求としていいんだけれども、うんうんうん、でも自分が上がるんじゃなくて、うん、あいつ落とせば俺上がれるみたいな感覚に持ってったところがまずかった、うん、だから人間のモチベーションって比較で結構できるから、うん、比較はいいんだけど、うん、絶対届かないやつか絶対影響のないやつをその目標にすべきなわけ。例えば過去の偉人とかを引っ張ってきて、はいはい、戦国武将の誰それこんなすごかったんだぜっていうのを目標にすれば、うん、追いつこうが追い越そうが他のやつに迷惑かかんないんですよ。だからね、今いるすぐ近くにいるやつとの相対的なのになると、うん、そういうふうに相手を落とそうみたいな方に心がいっちゃうこともあるけ ど、 なるほど、ね、もうすでに亡くなってる人間とか、うん、絶対手の届かない人間との勝負を続ける限りは自分が上がるしかないんですよ。それをねやっぱりやらないと人間ってね絶対姑息なことを考えるわけなんですよ。でもなるほどね。だからまあ歴史上の人物というか手届かないね身近でない人間だったら、まあ、そういうことはできないですもんね。そうなんだからね過去の人間と勝負しろよとかって感じになるわけですよ。すごい記録を出したやつに、うん、対戦しろと。だから自分が本当にねその努力というか自分が頑張んなきゃダメだってことですよね。そう、それ以外だってもうないじゃないですか、うん、もうすでにその方が亡くなってたりしたらもう絶対ほら競えないわけだから、うん、そもそもがね自分を高めるしかないわけですよ、はい、というですね今日は私至極真っ当なこと言ってますよね。言ってます。珍しく言ってますよね。はい、もうこれからこの番組はこのような、ね、感じになって格調高い番組ですので。はい、ということで、はい、いいお話をね聞きました、そういうふうに生きてみてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。